SCP-919-JP-A の一シーン、自然界に生きるスプーン。アイテム番号 SCP-919-JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-919-JP-A を記録した媒体は一部を標準収容ロッカーに施錠して保管し、残りはすべて映像を再生できない状態にした上で破棄します。SCP-919-JP-A を大衆に配信する試みは発見次第即座に阻止してください。SCP-919-JP-B は特別な事情がない限り、記憶処理をして影響を取り除いた後に解放します。未確認の SCP-919-JP-A 及び SCP-919-JP-B は発見次第、可及的速やかに確保し、上記処理を行ってください。説明 SCP-919-JP-A はスプーンを題材にした映像記録です。映像の中でスプーンは一人でに動き出し、周囲の物体や生物に働きかけ、まるで一匹の動物のように振る舞います。SCP-919-JP-A のいくつかは動物ドキュメンタリー風の編集やナレーションが入れられており、そのすべてにおいて、スプーンの自由解放戦線のクレジットが表記されています。その内容は記録ごとに様々ですが、おおむね次の主張で構成されています。野生のスプーンの生態、乱獲、自然破壊、野生個体数の減少とその対策。SCP-919-JP-A を視聴した人間は、映像の種類、視聴環境に大きく左右されて 5% から 70% の確率で、スプーンを保護しなければならない、という観念にとらわれます。映像を一度に30分以上視聴しない限り、影響は現れないことが実験でわかっています。またこの影響はクラス A 記憶処理で取り除くことが可能です。影響を受けた状態の人間を SCP-919-JP-B に指定します。SCP-919-JP-B はスプーンを保護することを自らの使命としている人間です。SCP-919-JP-B はスプーンを見つけると愛玩動物に対するかのように撫でたり、声をかけたりします。SCP-919-JP-B はスプーンを食事に用いることに不快感を示し、自らが用いることはありません。また一部の SCP-919-JP-B は食事の席にあるスプーンを見つけ次第、保護という名目でそれを回収しようと強硬的な手段を取ります。SCP-919-JP-B は一様に、スプーンは一匹の動物である、と主張しますが、スプーンは何の異常な性質も示しません。しかし、SCP-919-JP-B が映像を撮影した場合、スプーンは自らの意思で動き回っているように見えます。この映像は SCP-919-JP-A と同じ精神影響を引き起こし、同様に SCP-919-JP-A に指定されます。SCP-919-JP-B は時に数人から数十人の集団を形成し、スプーンの自由解放戦線を名乗ります。集団はその主目的である、スプーンの保護活動を促進し、SCP-919-JP-A を製造します。また講演会を開き SCP-919-JP-B を増やそうとします。多くの場合、電話やインターネットを介した一般的な連絡方法を取るため、比較的容易にその存在を捕捉することができます。財団は収容の経過において幾度も集団を解散させていますが、別の新たな SCP-919-JP-B によって再形成されるため、未だに根絶できていないという見方が濃厚です。スプーンの自由解放戦線の主張は SCP-919-JP-B と同一です。次に例示します。自然保護による野生のスプーンの安全な生育環境の整備。スプーンの遺棄禁止と捨てスプーンの保護。人類の食事行為からスプーンの解放。特にラザニアをスプーンで食べる行為の禁止。スプーンに対するフォークの隔離。先割れスプーンの根絶。インタビュー記録、年、月、日。編集済み、にてスプーンに話しかける女性を確保し、聴取の結果から SCP-919-JP-B-59 に指定しました。次に示すのはそのインタビュー記録です。対象 SCP-919-JP-B-59。インタビュアー桑名博士。
は那覇博士これから聴取を始めさせていただきます。SCP-919JP-B-59 の本名、3。あなたは何をしに、編集済み、まで来ていたのですか？ SCP-919JP-B-59 アダム、エリス、ウォーレンを自然に返しに来たのよ。クワナ博士それは誰のことですか？ SCP-919JP-B-59 スプーンの名前よ。あの子たちが小さい頃から、私が育ててきたの。クワナ博士具体的にはいつ頃から？ SCP-919JP-B-59 もう5年になるかしら。ねえ、早くあの子たちに会わせてちょうだい。クワナ博士この聴取が終わってからです。では、あなたはいつからスプーンの保護に熱を上げるようになったのですか？ SCP-919JP-B-59 そうね、あれは10年いや11年前かしら。公園でスプーンの映像を見たのが最初。子供を一生懸命に育てるスプーンの夫婦を見て、私たちと同じ生き物なんだって実感したわ。クワナ博士ははぁ、あ。SCP-919JP-B-59 だから私たち人間が物を食べるためだけにスプーンを使うのがおかしいってわかったのよ。今世界中でスプーンが虐げられている。この現実を見過ごせますか？特にラザニアを食べるのにスプーンを使うのは許せない。クワナ博士そうですか。聴取は以上です。